シュツットガルト民、リバプ遠藤の活躍に驚かない。先日、シュツットガルトの試合取材後のことだった。中央駅近くの公園内にあるビアガーデンで仕事後の一杯にありついていると、ユニフォーム姿のおじさんから声をかけられた。遠藤はもう、ここにはいないよ、知ってますよと返すと、そのおじさんは胸を張ってこう言った。それにしたって、今さら何を驚いているのかね。遠藤がリバプールで活躍してるって、そんなの当然じゃないか。だって彼は、VFB、シュツットガルトの愛称のキャプテンだった選手だよ。彼がすごい奴だってことは、100年も前に知ってたさ。少なくとも、シュツットガルトのファンサポーターは、遠藤航の真の実力を知っている。最初は、シュツットガルトでも疑問視されていた。あんまり喋らないらしいし。海外クラブでキャプテン務まるくらいだから、有能なのは間違いない。古巣でも今でも、活躍しているのがすごい。最近はなんとも言えんけど。遠藤の試合を見ていないとしても、サッカー好きなら現地でも、遠藤の活躍は耳にするんだろうな。シュツットガルトでもプレミアリーグは人気。日本でいう J リーグを見ながら海外サッカーを見る感じか。シュツットガルトでの功績はマジで伝説だわ。ドイツのサポーターがまだ遠藤を気にかけているのは日本人として誇らしい。これこそ遠藤愛だな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。